久しぶりの故郷なんだろ。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。両親は？母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は…俺は何を話してるんだ。さあ、行こうか。セフィロスのおふくろさんの名前がジェノバ。ジェノバ、なんだろう。ロックは開かないか。ジェノバ、動作異常の原因はこれだな。この部分が壊れているんだ。ザックス、バルブを閉じてくれ。なぜ壊れた？お前たち普通のソルジャーは魔光を浴びた人間だ。一般人とは違うが、それでも人間なんだ。
しかし、こいつらは何だ。お前たちとは比べ物にならないほど高密度の魔鋼に浸されている。これがモンスター。そうだ、モンスターを生み出したのはシンラカンパニーの北条だ。魔鋼のエネルギーが作り出す異形の生物、それがモンスターの正体。普通のソルジャーってあんたは違うのか。おい、セフィロス。モンスターと同じだというのか。子供の頃から俺は感じていた。俺は他の奴らとは違う。俺は特別な存在なんだと思っていた。しかしそれはこんな意味じゃない。俺は人間なのか。残念だな、お前はモンスターだ。セフィロス、お前はジェノバプロジェクトが生み出した最高のモンスターだ。ジェネシス、やっぱり生きていたのか。この状態を生きているというならばな。ジェノバプロジェクトとは何だ。ジェノバプロジェクトはかつて行われた実験の総称だ。ジェノバの細胞を使った実験のな。母の細胞。哀れなセフィロス、お前は母親に会ったことなどないはずだ。名前を聞かされていただけだろ。どんな姿を思い描いていたんだか知らないが。ジェニス、やめろ。ジェノバは2000年前の地層から発見されたモンスターだ。セフィロス、力を貸してくれ。俺の劣化が止まらないんだ。ソルジャークラスファースト、セフィロス。ジェノバプロジェクト G はアンジールを生み、俺のようなモンスターを作り出した。ジェノバプロジェクト S は S、失敗したあまたのプロジェクトを踏み台に作り出された完璧なるモンスター。俺に何ができる。お前には他者へのコピー能力がない。情報が拡散しない。つまり劣化が起こらないということだ。お前の細胞を分けてくれ。君よ、恋願え。命育む女神の贈り物を。お前の言葉が俺を惑わせるためのたわごとか、それとも俺が探し求めた真実なのか。どちらにせよ、朽ち果てろ。
なるほど。さすがは完璧なるモンスター。獣たちの戦いが世に終わりをもたらすとき、暗き空より女神が舞い降りる。光と闇の翼を広げ、至福へと導く贈り物とともに。待て！ティファは無事だ。安心しろ。俺もソルジャーだったらな。ザックス。ソルジャーはモンスターみたいなもんだ。やめとけ。何があったんだ？わかんね。わかってたつもりだったけど。そういやお前、ティファとは知り合い？まあね。話したのか？いや。なんか訳があるんだろうけど、それでいいのか？俺なんかさ、俺はソルジャーだから、戦っていればいいんだ。面倒なこと考えるのは誰かに任せておけばいいんだ。何が起こってる？敵は誰だ？んなことはどうでもいいんだよ！なあ、ザックス。その剣使ってるところ、見たことないぞ。使うと汚れる、欠ける、すり減る。そっちの方がもったいない。剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。これは夢と誇りの象徴なんだ。いや、そのものだ。俺、見失うところだった。ありがとな、クラウド。え？よし！
とりあえず寝る。アリス、やっと通じた。ああ。なあ、悪いけど今取り込み中なんだ。後で電話する。ううん、しなくていいから。わかった、会いに行く。待ってる。うん、約束だ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。俺、いいことを考えたんだ。約束の地へ行こう、母さん。セフィロス！なぜ村人たちを殺した？なぜティファを傷つけた？答えろ、セフィロス！母さん、また奴らが来たよ。母さんは優れた能力と知識で
この星の支配者になるはずだった。けどあいつらが、何の取り柄もないあいつらが、母さんからこの星を奪ったんだよね。でももう悲しまないで。俺と一緒に行こう。やっと会えたね、母さん。セフィロス、お前どうしちまったんだよ。セフィロス、信頼してたのに。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。でありゃ、裏切り者だ。滅却してやる。本気を出せ。これならどうだ。でありゃ、コンフリクトリゾルブ。いや、お前はもう俺の知ってるセフィロスじゃない。俺は選ばれし者。この星の支配者として選ばれし存在だ。
裏切り者め。滅却してやる。ソルジャーの力、解放してみろ。大きなお世話だ。はっ、裏切り者め。滅却してやる。お前ごときに。クラウド、セフィロスにとどめを。
面白い、実に面白い。